皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはコンサルタントは魔法使いという認識を持っている人にお伝えしたい大事なお話ということになります。はい、コンサルタントはね、魔法使いだなんて本気で思ってる人ってそれいないと思うんですよ。いないと思うんですが、例えば相談をしている時に、自分はこういうふうに考えるんだけれども、それをなんかいい手を何でも伝えてくれるんじゃないか、魔法のようにどうにかしてくれるんじゃないかって思っている方がですね、相談を受けている時に感じるんですよ。少なからずいらっしゃるので、それをねちょっと実際に自分が何をしなくてはいけなくて、コンサルタントは何をしてくれるのかということの線引きをですね、ちょっと分かっていただいた方がお互いにいい関係作れるし、自分も夢、ご自身のね、クライアントさんご自身の夢を叶える速度も速くなると思うので、今日はそんなお話をしてみたいというふうに思っております。はい、では本題に入りたいと思います。コンサルタントは魔法使いなのかどうなのかっていうことを言ったら、当然魔法使いじゃないっていうのは分かってるんですよ、皆さん。だけれども、例えば、相談をする時っていうのは、タイミングにもよりますけれども、大抵集客がうまくいかなくなってる、ないしは例えば新規の生徒さんがどんどん減っていく、で収益は全然上がっていかないっていう、悩みがあるから大体相談するわけですよね。とすると、その悩みに対して、解決策、こういう方法がありますけれどもということを当然提案をするわけなんですよ。でその時に自分が、全て思い通りに全てがいく、うまくいくっていう提案ができれば、もちろんそれは私も一番いいと思ってるんですよ。一番いいところを探そうと思って。だけれども大抵なんですが、ご自身が切羽詰まっている状態でどうしようもなく落ちてしまっている時に相談をしている時の状態っていうのは、手を入れるにしてはかなり厳しい状態なんですよ。ということは、何が必要になるかっていうと、それを改革していきたいと思うご本人の強い意志とチャレンジ精神なんですよ。なのでここがない場合には、いくらコンサルタントが二人三脚で頑張りますって言っても、ご本人がまず意思がない場合にはやりようがないっていうのが、一つポイントなんですよね。なんでちょっと最近あった事例で、ちょっとこういうケースも あるよっていうことでお伝えするんですが、例えばですね、皆さんね、売上を上げたいというふうに思った時に、どういう基本原則があるかっていうのをまず知っててほしいんですよ。で知っててほしい大原則、3つの掛け算なんです、売上って。例えば1つ目は、単価ですね。分かりますよね。100円なら100円っていうことです。で単価かける人数、100円のものを100人が買ってくれるのかとか言うと、1万円分の売り上げになるわけですけれども、100円のものを10人買ってくれたら1000円っていうことですよね。売り上げかける単価、ここはごめんなさい、売り上げ単価かける人数、これが売り上げになるっていうのは分かりますよね。でもう一個掛け算があるとすると、リピート率って言って、1回買ってくれた人が例えば月締めで金額を見ていくときに、もう1回買ってくれるのか、もう2回買ってくれるのか、3回4回買ってくれるのかっていう、1人の人が1ヶ月で締めたら1ヶ月です、1年でスパンで見るなら1年でいいんですけど、とにかく決めた期間の中に何回買ってくれるのかっていう、例えばですね、家とかって1ヶ月以内に3つ買うとか普通の人はありえないじゃないですか。不動産投資家とかだったらありえるかもしれないですけど、そういう高額商品はリピート率を頑張るんじゃなくて、やっぱ単価の部分を頑張るしかないわけですよね。単価かける人数、人数も家買う人をボコボコ毎月100人見つけるとかいうのは難しいじゃないですか。ってことはやっぱ1000万、2000万、5000万、1億っていうところの単価の方を、高いものを扱っていくことによって収益をしっかり取っていくっていう、そういうモデルになっちゃう
ですよね。あと結婚式と、まあ、お墓の石とか、あの一生に一度、ああでも結婚式どうだろう結婚式はもしかしたら2回でも3回でもあるかもしれない、まあ、お墓とかは、まあ、何回も同じ人が死なないですよね、基本的には。となると1回なんですよ。じゃあそこの1回にどういうイベントが必要になってくるかっていう、その領域を事業として扱っている方は、まあそういった部分をどうするのっていうのはまあ考えないといけない。まあ代々受け継がれるところでリピート率っていうのはもしかしたらあるのかもしれないですけれども、まあ、基本この3つが組み合わせになるわけですよ。ということは、あのこれも嫌です、あれも嫌です、それはできませんっていうことになるとですね、なかなか手の打ちようがないっていう感じになっていくんですよね。だからまずはその大原則があって、自分もどこまでは頑張れるのかっていうのは、あの相談する前に自分もちょっと考えてみた方がいいと思ってるんですよ。だからもし考えられないんだったら、もうコンサルタントが言うことなんだったら全部受け入れてちゃんと言うことを聞こうって決めるかどうかっていうところは必要なので、あの相談したら何でも全て解決できるのがコンサルタントではないということを理解してほしくって、まあ、このお話をしてるんですね。で具体的な、ね、実例をちょっとお話しするんですが、長年のキャリアがあるあの教室の先生がいらっしゃって、でその先生がご自身が長年のキャリアがあるということは、当然生徒さんたちの年齢も上がっていく。でこの系の相談は非常に多いんですね、長年のキャリアがある先生とかだと。そうすると自分も年を取っていく、体力もきついで、自分のお客様、まあ、教室に来てくださるお客様も年を取っていく。そうするとどういうことが起こってくるかっていうと、まず自分も体力が落ちてるから、たくさんの人を受けるのが大変になってくる。前は若い頃は8人とか10人同時にできたけど、今は心地いいのは3人とか2人ですとかね、そういう感じとかになる可能性ありますよね。で、かたや自分のクライアントさんも同じように年を取ってると、ご自身の体調不良で教室に来ない、ないしは介護ですね、これで親の介護で来ないとかっていうこともありえますよね。そうすると当然足が遠のくから、あの対面で来る、まあオンラインとかができてればまだいいんですけれども、そういう年齢を重ねた先生が、タイミングを失ってしまって、オンライン特にパソコンが苦手っていう状態になってしまうと、オンラインが扱えない状態で、今の時代を突入してしまっているとすると、それだけでももう対面でしか選びようがないから、どういうことになるかっていうと、対面で来るという来る足を確保することが難しい方は必然的に去っていきます。ということはこの段で何をやってなくてはいけなかったか、これ過去形なんですけど、オンラインって世の中がなった時にいち早く自分もオンラインを取り入れてるのが良かったはずなんですよだけど取り入れてない方っていうのは、自分はパソコンが苦手だから、そういう新しいことは無理だから、若い人にはどうせ追いつけないからとか、まあ、いろんな理由をおっしゃる方いらっしゃるんですけど、まあ、とにかくチャレンジをしなかった、そして世の中はオンラインの方にものすごく進んじゃったら、今更さらに自分がそこに追いつこうとすると、もっとハードルが上がってるっていう状態になってしまっているということは、対面とかリアルで頑張っていくしかないという状態になってしまうから、まず手詰まりになっちゃってる、要は過去の選んだ決断が今の状態を作ってるということなんですね。だから私はどこまで頑張るかっていう決意をして動かないと無理なんですけれども、そういう時にじゃあオンラインはどうでしょうっていう話をすると、いやパソコンとかそういうのも新しいことを覚えるのは苦手でできないですと言われると、まずそこの、あの施策っていうか、アイデアがまず潰れますよね。じゃあ新しいことができない、じゃあ、今の人たちにさっき言ったリピートですね、何回かもっと回数一人の人に多く来てもらうことできますかって言ったら、長年通ってる人はそのペースが好きだから、それ以上の回数では来ないですっていう、でここも無理ですよね。で単価収益が欲しいっていうお話だったので、じゃあ単価を上げましょうかっていう話をすると、今の人たちができる単価でやっているから、ごめんなさいね
これ以上値上げができません。でも欲しい収益にはなってないですよ、できませんって言われる。でそこも無理ですよね。で、じゃあ人数増やそうかっていう話をすると、今の人たちっていうのがそのグループで来ているのが心地いい人たちばかりです。だから例えばクラスが昔は8人だったクラスに2人とかになったり3人になっても、そこに5人新しい人を入れるのは自分の、そのテリトリーというか緩く楽しいテリトリーが、壊れてしまうから新しい人入れたくないですと古い人が言っている。とすると減ってきたところに人を入れることもできないから時給単価を上げていくことができないわけですよね。なのでまあもちろん生徒様思いっていうのはすごくいいことだと思うんですけれども、あの効率を考えれば本来あの減った人数減った人数のクラスをガチャンコした方がいいわけですよ。だけどそれもできない。なぜできないのかっていうと、以前にそれをやったら辞めた人が出たからっていうことなんですよね。だからそれもできません。じゃあ、時間効率を上げることもできません。で、新しい人をじゃあ増やしましょうっていうと、今からものすごい量のレシピが あるんだけれども、それを今の人向け、要は新しく来る人向けに新しくリニューアルをして作り直すのが億劫で手間ですっていうことになると、新しい人を呼ぶっていうことの、新しい設計もできない。じゃあこれもできません。で、口コミとかでうまくいっていた教室の先生とかによくあるんですけど、だから知り合いが連れてくるとか、そこに教室があるだけで教室に人が来てくれたっていう時代が昔あったので、その名残がそのまんま続いちゃってて、長い方がそのまんまいるからっていうことなんですけど、でそうすると集客をするっていう労力をかけるっていうことに対する、まあ、ネガティブ意識と、あとはSNS って今難しくなっちゃってるんですよ。10年とか20年経っちゃってるうちに。でそれを今から覚えて、今 大活用できている人よりさらに上を行くっていうのはなかなかに頑張らないといけないんですよね。そうするとその頑張ってみるっていう苦手なパソコンもトライをしたりとか、 SNS で上手に頑張って発信をしてみる、それも正しい方法でです。ここポイントで、実行流でやる方法で通用したのは初期の頃です。今はちゃんとどういうやり方をすれば人が来るのかっていうのを分かってやらないと集客ってすごく難しいんですよ。でそこに関しても、いや、やってますけれどもって言うんだけれども、それが自己流だから結局、集客に結びついていない。じゃあ自己流じゃない場合にはどうしたらいいのかって言ったら、呼びたいお客様の性質を知って、その人が喜ぶように記事を書くっていうことをしなくてはいけない。ということはリサーチができる状態にしなくてはいけないので、お一人でそれが難しい場合にはやっぱり誰かの知恵を借りなくてはいけないということになりますよね。だけれども冒頭大抵こう落ちてきている状態の時に、例えばコンサルタントに頼むっていう時には、よほどご本人の強いチャレンジ精神と意思と改革をしていこうっていうことがない限りは、収益がない状態での相談になるわけですから、お金が払えないということになってしまいます。で誰かの知恵を借りるということは、その人の、まあ、人生とか経験値をショートカットしていただくっていうことになるので、経験値があって成功させる確率が高いコンサルタントほど、当たり前ですけれども依頼した時の金額高いです。私はね、まだ別にそういう大企業のコンサルとか見てるわけじゃないからあれですけれども、例えば、コンサルをする法人の大きいところで有名な方とかは1時間で200万円とか300万円っていう、コンサル料金を取るコンサルタントもいらっしゃいます。でそれはなんでそれができるのか、そして企業はなぜ払うのかって言ったら、そのリターンが数億円になって返ってくるのを分かってるから、1時間のそれぐらい別に取ったことがないんですよ。そういうアイデアをくれる人だっていう実績を信じて分かっているからです。となると無料の情報っていうのはもちろん有料級のものもありますけれども、基本的にやっぱりお金をきちんと払った人のところにはきちんとした有料な情報が届くことになります。
ということはお金がないので払えないですという状態で相談をしようとすると、そのレベルに合った相談の答えが返ってくるような人とお付き合いすることになってしまいます。だから一番残念なのは、伸びている時に本来はコンサルタントをつけるべきなんですよ。伸びている時にです。さらに伸ばすためにつけた方がいい。で、落ちている時につけようとすると、その時に払える自分のお金が、ギリギリの状態だから起死回生の気持ちで何でもやるっていうぐらいのチャレンジ精神がないと難しいんですよ。だからコンサルタントにお金を払ってもうまくいくかどうかっていうのはご本人の頑張り次第なので、だからコンサルタントは魔法使いではないということを言ってるんですね。で、幻想と期待がやっぱりあって、自分にできないことは何とかしてくれるかもしれないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、動くのは頼んでいるその教師の先生ご本人なんですよ。で、アイディアは出せる、だけれども例えばそれが全部自分の都合で無理という領域だとすると、もうお手上げっていう領域になってしまいます。で、先ほど言った内容に加えてですね、まだ非常に難しい部分があったのが、今からそんなに頑張るつもりはありません、ちょっとだけ集客ができればいいです。今より別に激しく稼ぎたいわけじゃないんです。ちょっとだけ売り上げが上がればいい。じゃあちょっとって何人でいくら上がればいいんですかっていう領域なんですけど、ここってものすごく頑張って、すごく稼ぐ領域と、ちょっとだけ手を抜きながら頑張る領域って、やんなきゃいけないことはほぼ一緒なんですよ、成果がね。そういう形で、でちょっとだけ手を抜いてっていうふうにすればものすごく楽なのかって言ったら、そんなことはなくって、見つけてもらう作業とか、それによって聞いてもらう方を引っ張り寄せる労力とエネルギーっていうのは、ガツガツに頑張るぞっていう場合とほぼ変わらないんですよ。だけれども、ちょっとでいいっていうのはやっぱり無理はしたくない、楽なところの自分のコンフォートゾーンは出たくないっていう主張がはっきりしている場合なんですよ。ということは大改革は無理ということになると、何か打破しない限り無理なんですよ。要はさっき一番冒頭最初に言った3つの原則なんですね。いじるのは主に単価なのか人数なのかリピート率なのか、これ大体売上の構成の基本中の基本になっていきます。で、もちろんこれ以外に自動収益っていう方法、要は不労所得と呼ばれるものを持ってれば何らそんなことは考えなくていいんですけれども、それはさておき、労働収入で得ていくとすると、基本の売上のスタイルはこの3つの掛け合わせか、3つのうちどれかをめっちゃ特化して頑張るかっていうのが、まあ、大きな一つの打破ポイントになるので、そこにはやっぱ覚悟がどうしても必要になってきちゃうんですよね。コンフォートゾーン出ないっていうふうに決めていると、それ以上動きようがないので、もうコンサルタントとしてはコンサルティングができない、要はアドバイスができないっていう領域になってしまうということなんですね。だから一つ自覚しておいてほしいのが、今の状態を作っているのは過去の自分が決断をして決定をして行動してきた結果が全て今出てるっていうことなんですよ。ということは、自分の思考と決断が今の状態、自分にとってあまり良くない状態をもしも作ってるとしたら、過去の自分がどこかのタイミングでその決断をしているということになります。ということは、その思考のままで先に進もうとするなら、その未来は先細りっていうルートができてしまっているんだったら、先細りになるのは必須の結末になっていきます。だから、何かをやってこなかったことをチャレンジしない限りは世界って変わらないんですよね。で、そこを分かってほしいなと思っていて、だからコンサルタントに相談すれば何かが全て解決してしまうかっていうと、それはなくて、いい道をアドバイスはできるんだけれども、そこに動く、決める、要はコンフォートゾーンから出るっていう、でしかも出たからといって、割とまあかなり衰退している状態だと相当頑張らないと浮上しないんですよ。なぜならば、教室業の集客は相対評価だからです。世の中の人が頑張ってるレベルに追いついてるだけでは
それ以上には集客ができなくて、世の中の人のレベルをまず知って、それ以上に頑張るから頭一つ飛びれるっていう状態になるから、そこは今までやってこなかったんだとしたら、その分の負荷がかかるのは当然なんですよ。だからそれをしてまでやりたいかどうかを自分が決めなくてはいけなくて、コンフォートゾーンでいることを決めるんだったら、緩やかに人数が減ってきている、新規が3年来ていないとかいう、まあ、お話とかもその時にあったんですけど、だとすると待っているのは緩やかな衰退なだけです。なぜならばそれを変えようとする行動を一つも取ろうとしないから。過去の自分もそういう道を決めてきたし、未来の自分を作る道も今の自分がその選択をしているということになります。なので、全て自分がそれを決めてきているんだっていうことをまず理解する必要があって、変わりたかったら自分の思考を変える、自分の行動を変えるしか打破する道がないんですよ。コンサルタントがその未来に勝手に連れてってくれるっていうことはなくて、自分の足で歩くための後押しはできます。だからそのあたりを勘違いをしてしまう方が多いような気がしています。特に長年のキャリアがあるタイプの教室の先生はそのイメージがあります。なので自分が主体的にチャレンジをすると決めれば打破できる道は一緒に探せます。ここをポイントで分かってほしいなということで、今日はお伝えさせていただいております。はい、ではまとめに入りたいと思います。コンサルタントは魔法使いという幻想を持っている人にお伝えしたい大事なお話。まず一つ目は、教室の改革をするのは自分自身である。だからコンフォートゾーンを出てチャレンジをしなくてはいけない覚悟を持つこと、これが大事な点になってきますので、低迷をしていてどうにかしたいっていう方は、低迷をさせてしまっているのはまず過去の自分が決めた決断だっていうことを理解すること、そして未来の自分の姿を変えたければ今チャレンジすることを選ぶ以外道がないということを自覚して頑張ってください。それでは。